はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回は第 08MS 招待、こちらのストーリーを進めていきます。宇宙世紀007911月3日、この日ジオン公国は地球連邦政府に対して宣戦を布告。物量で劣るジオン軍は戦争を短期間で終結させるため、地球連邦本部ジャブローに向けてコロニー落としを決行。ブリティッシュ作戦を実行に移す。そしてその弾丸と化すコロニーを確保すべく、サイド2のスペースコロニー軍へ侵攻し、 NBC 兵器である毒ガス兵器を注入。コロニーの居住者数千万人の命を奪ったのである。偶然にもサイド2にて任務についていた連邦の若き士官シロー・アマダは、そのコロニーの中でジオンの毒ガス攻撃による無差別虐殺を目の当たりにする。生きてる人は誰か、誰かいないのか。くそ、ジオンめ。そしてその体験が彼に連邦軍人としての強い使命感を植え付けることとなる。一人でも多くの敵を倒すこと、それこそが自軍の勝利に貢献することであり、正義でもあると信じるようになっていった。だがそれは本当の正義なのだろうか。間もなくそのことを検証する機会が彼のもとへと訪れる。時は流れ、宇宙世紀00791、10月、連邦軍がオデッサにおいての大反攻作戦の準備を始めていたその頃、激戦続く東南アジア地区へと赴任するため、シローは輸送機に乗って地球へと向かっていた。自分の価値観を変える運命の出会いが待っているとはまだ知らずに、シロー・アマダ、そしてアイナ・サハリン、互いに敵対する立場に立つ二人の男女、その軌跡が今交錯し、新たな戦いの物語として幕を開ける。密林のガンダム。まあ、08招待実はね、自分見てはないんですよね。スパロボの知識と G ジェネの前の知識しかないんで、だから細かいね下りはね全然わかんないんですよね。だからとりあえずここでシローがボールで出撃するみたいな。でもステージ的には密林のガンダムだったからね、地球まで降りちゃうのかな。あ、前半ステージがシローとアイナの出会いで、後半で実際に自軍を動かしてっていう流れになるのかな。発光信号。今の信号弾もさ、意味を読み取れる知識がないとダメだよね。あれ、もうこの頃って普通にジムが量産されてる時期だっけ。あ、テリー・サンダース・ジュニアいたね。ザクの改良型か。
あ、そうそうそう、これでなんかボールしかないみたいな話になるんだっけ。まあ艦長としての当然の判断だよな。ボールでザクを撃墜してみます、見せますってすげえ自信だな。ボールはね、でも攻撃が当たれば意外に強いからね前回まで敵のボールでめっちゃ苦労したから。とはいえね、一機だけだからね、集団で襲いかかってくるとちょっと鬱陶しいけど。いや、ボールに命令されてもね。勝てる気がしない。支援ポット、ただ味方がやられるのを見ているなんてごめんだ。やはりジムにも一回攻撃させた方が良さそうだな。下手には下手なりの戦い方があるんだ。まずね、当たらないと話にならないから。あった、よし。もう手段を選んではいられないわ。これかわしてくれるとすげえ助かるんだけどな。あ、当たったか。そんなに食らわないな。あ、これで動けまいって。ボールごときに。ジムが取り残されてしまった。確かにパイロットスーツに酸素ってどれくらい残ってんだろう。僕ダイビングする人とか酸素を背負ってますけど、あれでどれくらい持つんだろう。船の残骸に酸素とか残ってないのかね。そうだそうだ、探せ。もう一気落としたんだ。
あと2時間って。まあ命の恩人だからね。まずミサイルをどうやって爆発させるか、そういう話にはならないの？あ、ミサイル自身で多分爆発できるんだな。え、ここで爆発させんの？飛ばさないの？どっかに。震えているね。これでも誰も来てくれなかったらここで死ぬのね。助けは来るさ、絶対来る。俺あそこに降りるんだ。え、何のために？それは戦争なんだろうけど、でもあそこに行けば何かが分かるような気がしてさ。自分が何者で何ができるやつなのか。だから絶対死ねないんだ。あなた、私が聞いていた連邦軍のイメージとは随分違う。羨ましい。羨ましい？状況だったらさ、捕虜になった方が確実性はあるよね。生き残るためだったら。連邦軍も来てくれるとは限らないし。さすがにこういうところじゃ戦闘にならないよね。部隊長の小島、部長ってこと？略して。
そう、このトラックみたいなやつね、命中率と回避が上がるからいれば助かるんだけど、今回もこのシステムあんのかな。結構いいんじゃない、肉戦が3匹あるってことは。この前ズダ1機とかだったからねほとんど役に立たなかったし、でもただ肉戦はねもう持ってるからゲットゲージはいらないっすね。やられちゃったんだよ、しょうがないじゃないか、ボールにやられちゃったんだよ、ボールに。大丈夫かこいつ、さっきプロトタイプ失ったばっかりだったのにテストパイロットをまた任せるのか。たった一機のモビルアーマーで戦局を変えるなどということをできやしないんだ。結構広いところに出てるよね。トーチか。モビルスーツ3機。あ、斜面とか関係ないからねこれ。私は3人しかいないのに、あなたの腕では無理です。言ってくれるね。まあ信頼だけはあるみたいですね。
おお、ヘリコプターが出てきた。奴らにアプサラスを見られるわけにはいかん。早々に片付けさせてもらう。意外に腕は立つようだが、相手が悪かったな。なんの、俺は負けるわけにはいかんのだ。誰も死なせはせん。当たってくれればそれでいい。そろそろ仕掛けさせてもらう。これ以上はやらせん。いや意外に。見て隊長の動き掴んでんの。出てきても困るの。これ以上やらせるものか。何かってなんだ。おお、でかいね。戦闘を見る前に倒してしまった。てか白と戦ってねえし。どっか行っちゃったよ。敵の新型兵器と共に姿を消したシロー・アマダはジオン軍の女パイロットアイナ・サハリンと思わぬ形で再会を果たした。雪に閉ざされた山脈に不時着した二人は、空で出会った時と同じように、生き残るため、再び助け合うことで、自分たちの中にある確かな思いに気づき始めていた。俺は、ジオンが憎い。なのに、空で出会った日から、君のことが忘れられないんだ。たとえ君がジオンで、恋人がいたとしても。恋人？恋人などいません。あなたが連邦の人でも、私の答えはジオンと連邦が助け合える。あなたといると不思議です。それが普通だろ。あなたって人は私たち二人、この世に残った最後の男と女ならいいのに。敵でも分かり合える人間はいる。だが、そんな二人の思いを戦争という現実は打ち砕いていく。
雪山から救助されたシロを待っていたのは審問会による厳しい尋問だった。たとえ敵味方に分かれて戦っていてもいい人間はいます。分かり合えるんです。自分にはそれがこの愚劣な戦争でのただ一つの希望だと思います。そんなシロの主張は審問会において一蹴され、処分は一時保留となる。そして状況はさらなる事態へ。新兵器が開発中と思われるジオン軍秘密基地に対し、連邦極東方面軍は大規模な殲滅作戦を決行した。シローとアイナ、二人の戦争はそれぞれの思いを抱きながらも最後の戦いから逃れられないでいた。二人の戦争。
逃がすものか。行くぞ。これで終わりだ。俺は生きる。生きてアイナと添い遂げる。貴様がアイナ様の。だが負ける。そこだな。仕留めさせてもらうぞ。まだだ。まだ負ける。守るより攻めろ。一気に叩く。そう、一か八かだ。諦めるもんか。倍返した。もらったぞ。やらせるものか。くそ、一か八かだ。深く。
ビームジェネレーターさえやれば。分かった、訪問の正面に回り。アイナ、生きていたのか。すぐ楽にしてやる。守るより攻めろ、一気に叩く。くそ、一か八かだ。諦めるもんか。倍返した。おのれ。アプサラスは不滅。私の夢、受け取れ。
戦いは終わった。山をも震撼させた強兵器アプサラス3はシロアマダとアイナサハリンの身を挺した攻撃により破壊された。ほら行こうぜ、あのアマちゃんを探すんだろ。エレドア、何があったか知らねえが、アマちゃんは許してるって。そうだろうか。当たり前じゃないか、仲間だろ。行くぞ、アマちゃん出てこい。狂気へと走った男ギニアス・サハリンはすでになく、シローとアイナも戦いの終わりを告げるアプサラスの爆炎の中に消えていった。ただ人を殺すだけの戦争に抗い、己が理想を貫こうとあがいた一人の男と、あくまで功にこだわり戦いを求めた指揮官、両者の思いが激突した結果、それはあまりにも犠牲に満ちた戦いの終わりであった。そして東南アジア戦線における戦いはジオン軍の敗北という形で幕を閉じ、それから間もなく一年戦争は終結した。重いね。うん、背負っていこう、二人で。